さあ、はい、始まりましたおことしゃべりでございます、はいはい、本日もよろしくお願いします。はい、というわけで、昨日に引き続き、はい、本日も収録会となっております、生配信お休みでございます。昨日の収録会意外と好評だったみたいで。そうなんですか。はい、好評だったみたいで今日2連続でやっちゃおうかみたいな感じで。あ、そうですか。はい、収録会が好評だから2連続で収録しちゃおうかってなったの。いや、生配信せえ。違う、予定が合わないからでしょ。おかしいから。なんで収録の方が好評になるの。好評だったからね、なんか良かったですよみたいな感じだったんで。あ、そうですか。もう今日もじゃあ収録で、まあ、好評な分にはいいんですけど、みたいな感じでね、はい、やってますよ。では本日もよろしくお願いします、お願いします。っていうか、あの前回、基礎情報やってないっすね。あー、そっか。なんか YouTube だと、基礎情報あんまやらながちですよね。そうだね、やっときますか。やっとくか。でも、ね、生配信の代わりとして今回やってますからね。はい、というわけで、はじめまして、プロダクション人力車所属、芸歴6年目のトリオ、トンツカタンのツッコミ担当、森本です。そして、吉本クリエイティブエージェンシー所属、芸歴3年目の鳥山大輔です。はい、3年目、6年目と芸歴は違うんですけども、もともと同じ時期に人力車の養成所に通っておりまして、はい、そこからいろいろありまして、数年後彼が吉本の養成所に通い直しまして、現在芸歴3年目ということで、はい、オフィシャルな芸歴は違うんですけども、同期扱いでやらせていただいております。はい、そして、私鳥山というんですけども、このインスタライブでは菅子という愛称で親しまれております。それはですね、僕のこの髪型、眼鏡、輪郭がですね、渡る世間は鬼ばかりなどで有名な脚本家の橋田菅子先生と酷似しているためという理由です、ね、そうきましたか。そしてこのおこたしゃべりをご覧になっている皆様をおこたと呼ばせていただいております、はい、以上基礎情報でした。はい、はいはい、でやっていきましょう。収録会ね、なんか、新鮮ですよね。新鮮ですね。しかも前回の収録から1分ぐらいでまた収録し始めてますし、 その1本目の収録は、その日の生配信が終わってから1分後に始めてますから。そうなんですよ。だから計これが終わる頃には2時間まるまる喋ってると。まるまる喋る。お金を払ってカラオケ代を払い、どんどん値は上がってるんですよ。値は上がってくるんですよ、この時間もね。ですから、なるべくね、早い時間に、はい、そう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 、早い時間だとカラオケが安い、抑えてますからね、ご安心ください。ということがありますから、はい、大丈夫ですからね、裏事情としてね、はい、で今回もね、プレミア機能を使って、はいはい、あ、そうです、皆さんのコメントを、はい、そうそう、いただきつつ、で我々はですね、特別な、訓練を受けておりまして、はい、収録にもかかわらず、プレミア機能で来たコメントを、彼、まあ、1年以上、毎日皆さんのコメントを見てるという、この訓練の結果、はい、収録にもかかわらず、プレミア配信で来るコメントが読めるという、能力を授かりましたので、ほぼ生配信といっても過言ではない、はい、早速あの昨日の収録が良かったですよ。あ、どうもありがとうございます、はい、本当に、収録の方がなんかちゃんとして見えましたよとか。ああ、そうですか。だらけない感じはあるんじゃないですかね、はい、って言ってる方もいますから。そうですか、はい、途中ね、シュッて、あのシュンシュンクリニック P さんが収録の方がシュッちゃんとしてましたけど途中こうなりましたけど、そう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 、それはまた良さですからね。そう、これはまた良さ、はい、そう、はい、先輩へのリスペクトが出ちゃうっていう。そうそう、たまにね、やっぱ先輩のギャグやりたくなっちゃうっていう、はい、はあ、すいません、はい、申し訳ない。口頭のみでね、しかもそうそう、これとかやるんだったら、まあ、革新犯的にやってますけど、ちゃんとしてる、ちょっといい、サブリミナルみたいな感じで新品さん入れるっていう、ね、いいですね、はいはい、ありがとうございます。前回ね、トークテーマをボックスから引いて、ボックスから引いて、小学生の夏休みの思い出を語ってたら、あっという間に30分、ね、そう、30分経ちましたね、はい、だから、今回もね、意外といいですね、あの昔話系、はいはいはい、の話、そうしましょうか、できたらいいなと思いまして、はいはい、今回ボックスボックスで用意していただきましたので、はい、うん、作家さんがね、はい、わざわざ用意してくれたんで、じゃあ引いてもらっていいですか。いいですかね、はい、なるべくこう、はい、下の方から、下の方から行きましょうか、はい、あ、なるほど、あああああ、これが渡り切るのに話したことないですね。何ですか、僕ら初恋っすね。話したことないね、確かに。初恋はない。さすが作家さんだな。僕らが鼻かんどこにね。鼻かめるから、このボックス。そう、このボックスのやつ。うん、あ、そうですか。花粉症なんでね。はい。はい、
そう、はい、初恋はいつですか。その何をもってして初恋っていうかにもよるよね。そんなこと言ったらさ、うん、あの小学生、あ、幼稚園ぐらいの時に、うん、あの同じクラスだった、はい、あの僕なあの幼小中高一貫の男子校だったんですけど、うんうんうん、そこに行ったのは小学2年生からなんですよ。ああ、そうなんだ。幼小、幼小中高一貫の男子校を卒業してますって毎回言うんですよ、ね、うん、はいはい、なるほど。幼稚園の時は共学だったんですけど。ああ、そうなんですね。共学のインターナショナル。小学校1年生までは何、共学ってこと。そう、2年生で転校したんです。転校したんです。インターナショナルスクールからインターナショナルスクールに転校したんです。ああ、それ説明もめちゃくちゃ面倒くさいから、まあ、確かに面倒くさい。ただでさえインターナショナルスクールでんってなるので、ちょっとね、うん、ちょっとレギュラーです。はしょらせてもらってるんです、はい、なるほどなるほど。そんなこと言ったら幼稚園の時に、あ、いやでもそうじゃない、可愛いなと思った子はいましたよ。それはそれが初恋なんじゃない。それは初恋でいいんですか。じゃあ幼稚園ですかね、うん、僕も幼稚園、うん、だな。でもそっからだから男子校行っちゃったから。そっか、めちゃくちゃ開くけどね、その高校とかまで開いちゃうけど。あー、なるほどね、うん、僕はずっと共学だったんで続いてはいますけど、うん、それで言ったら何、その幼稚園の次は小学校。小学校じゃないかな、うん、あ、いや初恋ってそういうことじゃない。ちゃんと幼小中高で恋してんの。うん、すごいじゃん。うん、してる。素敵な人生だね。そう、ちゃんと幼小中高で恋してる。幼小中高でしてるよ。幼小中高でしてるというか、別にその初恋が始まってから恋が止まったことない。かっけーかっけー。お前幼稚園で走り出した恋、はい、未だ止まってねえの。止まってないね。かっけー、うん、それで言ったらね、その男子校に入っちゃってとかいう気持ち。バカかっけーじゃんこいつ。ないから、別にないですよ。マジかよ、うん、恋が止まったことないですよ。うん、いいテーマ引いたなお前。確かにね、こんな250個ぐらい、250個ぐらいテーマ2枚組でね、しかも2枚組で、そう剥がれるんですよ。剥がれるタイプの、そう、ね、くじを用意してくれたんですけど。マジ、え、幼稚園の時はそれは何ですか、誰ですか、その子は。だから名前も覚えてないですね。あ、ぐらいの子、うん、ただこの子のこと気になるなみたいな。そう、いや別に名前は知ってるよ、うん、別に話す間柄ではあったけど。あ、なるほど。もう覚えてないわ。な、なるほどなるほど、うん、覚えてない。幼稚園でも、確かに幼稚園だろうな、初恋っていうのは、うん、皆さん、私小2でしたとか。あ、書いてある。それを初恋というなら、うん、僕も保育園でしたねとか。あ、そう、やっぱその辺なんじゃないですか、皆さん多分。まあね、だから定義をどう捉えるかだよね。あ、森本さんでも恋っていう感情あるんだ。あるわ、言われてますね。あるに決まってんだろ。AI ありそうだな、この流れ。これめ絶対あるぞ今。ありそうだな。今のは俺絶対あると思う。本当に読んでんのかと思ったもん。でしょ、うん、今のは絶対森本さんでも恋とかあるんだっていう。あの昨日に引き続き、うん、あの彼コメントを読むとき、うん、ちゃんとスクロールしてるんで、ご安心ください。もちろんスクロールして止めて、はい、おっと思って読んでるから。これはと思って読んでるから。めちゃくちゃ細かいゲーやってます。そうですそうです、はいはい、見えないけどね、はい、一応ね、リアリティを求めてやってますけど、はい、見えないおしゃれみたいなもんでね。そう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 、見えないのがゲーで。そうですか、はい、あ、そう、まあ幼稚園とかだと、まあそっか、あんま覚えてないか。どんぐらいから覚えてるの、幼小中高で言ったら。え、幼稚園の時は別に覚えてますよ。え、名前も覚えてる。名前も覚えてますよ。記憶力えぐ、覚えてます。てか、あのその子とたまたま、うん、あの中学校も一緒だったんで僕。なんで、あの名前を覚えてるって。すごっ、鮮明にね、うん、はい、なんていう人だったんですか。まあ、下の名前だけでも。あさみさんですね。あさみさん、はい、いいですね。 YouTube これ残るでしょ。まあいいか、別にいいでしょ、その下の名前だったら、ね、うん、ああまあ、フルネームだとね、さすがに迷惑かかっちゃうかもしれないけど。そうだね、うん、そうそうそう。こんなインスタライブの生配信がお休みの時の収録にフルネーム出されたらたまったもんじゃないか、ね、まだテレビでね、言われた方がいいよね。下の名前、あさみさんね。あさみさん、そう、終わりましたよ。で、なんかバレンタインに、あら、何バレンタイン、てかまあ幼稚園ってあのお母さんとか迎えに来るでしょ、うん、で迎えに来て、うん、お母さんが迎えに来たので、うん、バレンタインの日に、でお母さんと一緒に門出たら、うん、あさみさんが待ってて、鳥山くんって言って、で、渡されたのめっちゃ覚えてます。マジ？
うん、何渡されたのその幼稚園。いやもう本当に嘘だろっていうぐらいハート型のチョコ。もう絶対じゃん、でっかいやつ、本命じゃん。それをもらって、その時どういうリアクションしたの幼稚園の時のお前が。すかしてんじゃねえよ。すかしエンジだったのかこいつ。あバレンタインで、あそここういう日かみたいな感じ。まあお母さんいるしね。お母さんがテンション上がるやそういう時って、うん、あらありがとうあさみちゃんみたいな、うん、こんなくれるのみたいな、うん、ほらありがとうって言いなさいとか言われるとまたさらにさ、いいんだよそんな、すかすな、あありがとうとかじゃねえし、つけてんないや、お母さんがテンション上がるとまあ、こっぱずかしいか、息子っていうのはあんまり良くない、息子っていうのはあんまり良くない、息子っていうのはお母さんがテンション上がると良くないんだ、反抗したくなるから、なるほどね、そうそう、恥ずかしくなっちゃうから、うん、確かにそれはめっちゃ覚えてますね、うん、それがその子が初恋でしたね。すごいね、前から好きだったんじゃないかな、うん、僕はその子のことを、うん、よくセーラームーンごっこってやるんですよ。あ、今でもボマエさお前バカかボマエさボマエボマエさバカかよとお前が被っちゃったさ、ボーマエってなっちゃったけど、あローマ字打ってるんですね、あのバカを B って押して、いやこいつはお前のボマエになっちゃったね。そうまず B だけ打っちゃったね。お前ローマ字入力してる、ローマ字入力してから喋ってるからすごいことが起きてる脳内では。そうボーマエさ流行りそうだねバカお前っていうのはもうボマエって、ボマエさやるわけないだろセーラームーンごっこ、まあ、29歳だから、なんか今でもやってるようなトーンで言ったから、やってたんですその時セーラームーンごっこって、うん、でも女子がやるでしょ、うん、セーラームーンごっこって、それになんか僕参加してたんですよ、タキシード仮面役で、あかっこいい役で、うん、でもセーラームーン一回も見たことないんですけど、うん、なんかその場のノリで、うん、タキシード仮面っぽいことしてどんな感じ。やほ待って、その頃から今でもなお続けてるエチュードやってたんですね。はいはい、今俺も話しながら、そうこれエチュード、だって俺見たことない一回もセーラームーンのとこ、うん、ただ女の子たちが、うん、鳥山くんタキシード仮面役やってみたい言われたから、うん、なんかおはっはーみたいな、おー任しとけやみたいな感じで、確か後半に出た気がします、後半に出るべきだタキシード仮面はと思って、うん、なんか女の子たちがわちゃわちゃしてタキシード仮面として、タキシード仮面の板付きでは始まんないよねそうよね、後半だわこれはと思って、うん、でやったり、そこにいたんですよ、うん、あさみちゃんが、うんうん、それで仲良くなって、なるほどね、僕がそう、そんなめちゃくちゃモテるんじゃない、だって周りね女の子だけで、しかもタキシード仮面で、僕もあんま見たことないけど美味しい役でしょ、美味しい役らしい、ね、他の男子は、ね、やらないの、タキシード仮面役とか言われても、あ俺たちドラゴンボールごっこだぜみたいな、ドラゴンボールも見たことなかったんで、何ごっこにも僕入れなかったんですよ、そうなんだ、で唯一タキシード仮面だけ需要があるんですよ、うんうん、みんなが断るから、うん、だからやってましたね、そこで仲良くなりましたけど、いいですね、タキシード仮面、はい、懐かしいな、いいね、そんな鮮明に覚えてるもんなんだ、僕なんかすごい記憶力があるんですよね、ね、同窓会とか行った時びっくりされますもんみんなに、うんうん、事件とかめっちゃ覚えてる、よく覚えてるなぁ、うん、我々2人の思い出も彼だけ覚えてること多かったりしますからね、うん、寂しいでしょ、いやだからめっちゃありますよ、うん、あの時こうだったよねって言っても、そうえってなる、うん、何その話、なんか持って嘘ついてるやつみたいな、あ、うん、悲しいね、めっちゃ悲しい、その能力もその能力、そうなんかね、うん、主人公みたいだね、そうかなぁニヒルな笑い多分主人公コメント読みのフリしないんだよ主人公ってみたいな、うん、やっぱ言われてるわ、違うんだやっぱ主人公、あ書いてありますか、うん、何今のみたいな、そのはってきてる、その手間やっぱボマエで盛り上がってるわあちゃんとね、うん、その時系列で読めるんですね、コメント、そうそう、もちろん遡ったりすればいいから、うん、うん、菅子さんでもタキシード仮面とかやってそうとか言われてるわ、やっぱ幼稚園の時、うん、持ってました、バレンタインで言ったらね、僕ね、うん、高校の時ね、うん、バイト先同じだった子、うん、ね、ちょっと好意、うん、寄せてた人がいるんですけども、うん、にね、バレンタインです、うん、ご飯でもどうって誘ったら、え、うん、お前すごいの、来てくれるって、バレンタインの当日に誘ったの、いや、前の日に、前前日ぐらいかな、あさって2月14日ご飯行きましょうって言ったの、そうすごいね、そしたら行くってな
って、で忘れもしないですよ、17時頃、うん、ね、うん、待ち合わせたの、まあ、早い時間だよね、高校生だから、そう早い時間だから、うん、ね、17時頃待ち合わせて、僕は先に行ったんですよ、うん、16時55分ぐらいね、そわそわしながら来たんですけど、うん、あれね、うん、確か何時だったかな、17時半ぐらいに今日やっぱ行けないってメール、ええー、そうやばっ、そう大丈夫か、いやその時はやばかったよ、やばいだろそれ、うん、ドタキャンじゃないからね、事後キャンだから、ね、そうだよね、うん、過ぎてるもんね、まだ16時ぐらいにごめん今日だったら、そうそうそう、まあ家出なくて済んだしぐらいのことだけど、うん、そうそうそう、そいつはしんど、トモトモ買ってるそれは、うん、うわバレンタインの思い出だね、それは悲しいですね、うん、ああでもそっか、途中から男子校か、うん、小中高とこれもあると思うんですけど、うん、2月14日あるある学校の、うん、下駄箱、ああ聞いたことある、それあるでしょ、あの漫画とかドラマとかで見ますよ、うん、下駄箱で見てないけど、うん、探してるって、ああ聞いたことある、うん、その見ちゃうと自分がチョコもらえる人だと思ってるっていうのがバレるの嫌だから、うん、なんか友達と話しながら上履き取りながら、うん、そうなんだとか、でもああそうっていうちょっとこう机の中のあれとかもなんか眠いってふりしながら手入れてこう探すみたいな、それあることあるの、あることあるやつがいるんだよ、だから僕もやっちゃうのよ、なるほど、ね、あなたはなかったんですか、ないよ、もらったことないんじゃないかな、あそうですか、ないないない、本当ギリだよみたいなやつがありますけどね、チロルチョコみたいなやつとかあります、いやいいじゃんそれだけでも、僕はゼロだったわけですから、まあそか本当のゼロか、そうね、本当のゼロだよね、本当のゼロ、そうです、そうです、その下駄箱とかもないしね学校に、なんでないよ、この靴履き替えない、そっかアメリカの文化だから、うん、あとロッカーも、ロッカーある、ない、ロッカーあるのうち、ああなんかよく海外ドラマとかの、そうそうそう、うん、見ますよ、ロッカーのところでこうやって喋ってるよね、そうそうそう、女の子がこう教科書入れてたらこう、そう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 、おはようみたいな感じで、そうそう、それの全員男子バージョン、あれあんのめっちゃ羨ましいわ、あれすごい見てなんかいいなと思うもん、あれなんか鍵かかってるからね、あちゃんとね、数字の、あ自分の数字のね、なんていうのあれ、ダイヤル式、ダイヤル式、ダイヤル式の鍵、あれをさ、うん、前回ね、うん、夏休みの話したと思うんですけど、うんうん、夏休み長いんですよ、はいはい、3ヶ月あるんですよね、うん、で、夏休みだってなって、うん、で3ヶ月後にさ、うん、学校来るじゃん、うん、あれロッカーの数字なんだっけ、いやそりゃそうだな、やばと思う、3ヶ月は忘れるわ、忘れる、誕生日なんかにしないしね、あのね、自分で設定できない、あそうなの、このロックはこれでっていう風に、もう決まってんのよ、じゃあ忘れたら本当おしまいだ、おしまいなの、どっかにメモってもらえると、終わったと思って、うん、でとりあえず6個 の, そのダイヤルの前行くじゃん、はいはい、でよくわかんないけど、うん、触るじゃん、うん、触るのね、うんうん、そしたら、うん、カルカルあーなるほど、ガチャ、ああもう体が覚えてるってな数字じゃないの、もう数字で覚えてない、だからなんだろうね、数字であるんだよ、確かに数字だけど、あるんだけど、なんだろう、なんか回す、なんて言えばいいんだろうこの感覚、あのくぼみから2個目とかそういう感じの覚え方なのかな、ゼロ、数字で覚えてないんだよな、ゼロから3つこっちだったとか、ゼロ景色で覚えてる感じ、いやでもそうだろうね、そりゃで、カチャッすごいな、覚えた、でも、うん、その開くと思ってないから、うんうん、その数字覚えてないの、また感覚があれば、まあ感覚あるんだけど、一生は開くけど、めちゃくちゃ不安じゃない、ずっと感覚でやんので覚えときは、その開いた時に見ときゃいいのにね、数字をね、そう、まあ、開いたら開いたで、開くと思ってないのよ自分、開いたら開いたでもういいやと思っちゃうでしょ、そう、うん、これはあるあるだと思う、すげえって言われてるよ、うん、ありがとうございます、わあでも感覚で覚えることあるわみたいな言ってるわ、何がですかね、ちょっと聞いてみましょう、何が感覚で覚えてるんですかね、家の鍵とかなくなったっつって、でもなくなった時絶対あるとか、ごめんなさい、でも、うん、鍵とロッカーの鍵でちょっと似通ってるんで、多分違うんじゃないですか、あ違うか、感覚で覚えてることあるわっつってるわ、うん、なんか道に迷った時とかに、うん、感覚でたどり着いたことあるわ
不安になる。言ってる言ってるって言ってるから言ってんだったらいいんだけど、おかしくないよそれ。言ってるんだったらいいんだけどさ、不安になりすぎたのか、あああるわ感覚、あ道で迷ってる時あの感覚でたどり着いたことあるわって、めちゃくちゃ大スクロールしたの。あれ何、不安すぎて、不安すぎてなんか出ろ出るわけないもん。で言ってる人いるわ。でもあ言ってらっしゃる、俺じゃないかね今のは。あそう書いてあったからね。書いてあったならまあ道のやつはまあ感覚とは違うのかな、わかんないけど。これ否定しちゃった感覚かなそれは。うん、手応えなかったのかな自分だから。うん、はいはいはい。あそうそうですね。うん、あでもなんかあのバイトとかでさ、バイトで感覚かこれ、このレジ、いや、喋り始めめちゃくちゃこっち見てたじゃん。バイトでレジとか打ってて、うん、もう何回もレジやってるから結構慣れてきちゃってて、うん、でもはっと思った時に、うん、あの処理どうすんだっけと思ったら、うん、レジ見てもえどのボタンを押せばいいか、え、うん、どれだっけってなるけど、うん、実際そのお客さん来たら感覚でそのボタンを押してるっていうのがあるよね。お前の体験談じゃないお前のスーパーでのレジ打ちの体験談じゃないでもこれはありますね。確かにこれは感覚であるってことじゃない。おあまあまあそうだね。そう後輩に教えようとかなった時に、うん、この後となんかのボタンを押すんだけど、うん、なんだっけなみたいになるけど、実際そのリズムでパンって押してるっていうね、うん、これは当たりです。あれはネクタイとか、あーネクタイさ人に巻いてあげるとか、はいはい、絶対無理、わかんなくなるじゃん。わかんない。でもいざこうなるとスススって巻いてあげるじゃん、うん、とかじゃない、書いてあるって書いてある、書いてあるのかよ俺はずいわあれもじゃない、ネクタイじゃないっていう入りから書いてある。漫画読んじゃったの。いちごえくん、うん、あれもじゃない。一番恥ずいじゃん。あれもじゃない、ネクタイじゃないって。めちゃくちゃ恥ずかしいんだけど。ちゃんと書いてあるわ。ちゃんと書いてあったのか。ああでもそうだね、うん。その感覚わかります、うん。ロッカーはいいですね。高校はありましたけどね、ロッカーは、うん。でもそんな大きいやつじゃないけど。なるほどね。あれも鍵あったんかな。なかった気がする。鍵ないとセキュリティがね。ダイヤルあったんかな。でもあったか、うん、ありましたありました、うんうん、そうか、そうかバレンタインの話、あれ何の話だった、初恋、あ初恋、まあ、初恋から、まあ、自然にバレンタインできましたから、うん、それは全然大丈夫。いや恥ずかしいよねその、うん、初恋で広がる話なさすぎてさ、俺ロッカーを感覚で開けた話しちゃってたんだ本当にそうよ、とても恥ずかしいね今思うと。初恋ないです。テーマロッカーじゃなかったんだ。テーマロッカーじゃない、そうロッカーってテーマ作家さん入れるわけないよさすがに。うん、そうですか。うん、そうね、だから、物心ついてからの初恋は、物心まあついてるだろうけど、ついてからの初恋、ちゃんとしっかり恋愛したなっていう、恋愛したな、うん、はもうだいぶ飛びますよそこから。あそう、高校3年生まで飛びますよ。あ結構飛びますね、うんうん、結局小中は恋愛こそしてたけどって感じ、うん、何好きな人はいたけどって感じ。そうそうそう、成就しなかった。そう好きな人は絶えずいるでしょそりゃ。かっけえなやっぱ。うん、まあね、まあ見向きもされてないですけどね。そうです、特にそう。え告白とかしたんですか自分で。告白はしたことはね、ないですね小中はね。高校の時初めてですね。あそうですか、はい、なるほど、うん、それ好きだなと思っててその小中の時は、うん、こうどうしてたんですか、なんかアピールしたりしてたんですか。いや小中の頃は僕はひどいですからね。なんですか本当に、今と変わらずひどいですか。あまあそうだね確かにあんま変わってねえわそのどうしてなんだろうなさっきの うん、あのお母さんの感じというか、うん、やっぱ小学校中学校で、うん、この子いいなと思ってても、うん、その例えば僕が男子3人ぐらい遊びに行こうって言われて、うん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 、女子と遊ぶなんてことはまずないんですよ、うん、驚愕だったけど女子と遊びに行く休み時間に女子といるっていうことが一切なかった俺。それはこう学年全体のこの暗黙の了解的な感じなの。僕の中学校高校は比較的そうだったんですけど、うん、でも別に人によっちゃ別に遊ぶやつもいるし、うん、っていうぐらいよ。特に俺がもう休み時間男としか遊んでないみたいな感じだったんだけど、うん、その男3人で遊ぶみたいになったら一人がそのよく遊ぶやつとかで、あ、なんか何々ちゃんとかも暇らしいから、うん、よかったら一緒に遊ぼうよみたいになった時に、うん、その女の子がいる、うん、な誰が来るのってその何人か言われた時に僕のちょっと好きだなっていう子がいる時に、うんうん、なんかちょっとじゃあ俺行きたくねえな、誰来るんだっけ何々ちゃんと何々
いやちょっと美容いやいいわ俺っていうタイプなの。であそうなの。本当にそいつがあじゃあ鳥山そんな嫌がってなったら断っとくわみたいな感じ言われて、うん、本当断られちゃうみたいな。その時の内心はふざけんな連れてこいよそこのこの俺のやつをそのうるせえって言ってなんで俺に気使うんだよ。女性の方に気使ってくれよと思ってでそれで結構本当その感じ言えないんだね。言えない。好きだってバレたくないってこと。バレたくない、絶対バレたくない、マジでバレたくない、うん、だ本当に。でもさすがにこう目で追っちゃったりとかしてるし、うん、ああいいねとかで、うん、あのめっちゃ仲いいやつとかがさ、お前さ何々ちゃん見すぎじゃないとか言われた時も最悪、うんうん、マジで嫌いだからマジであいつ最悪のやつだからみたいな。スタンダードツンデレいるのかよ本当にそれだったよ高校まで。ツンデレの祖みたいなやつだな高校3年生の卒業間近までそうでしたよ。へ卒業間近になんか、うん、でもその流れだけどね、その流れで仲良くなって、うん、その誰かが連れてきたみたいなで仲良くなって、うん、最初はなんかええとか言ってたけど、それで仲良くなってあのお付き合いしましたけど、ね、最初の人はあそうですか。そうですよ、やっぱそうなるよね。なるのよ、うん、マジで恥ずかしいのあれ。何なんだろうねあれ。そうなるよねって言ったけどあんま分かんねえか。男子校だからあんまないんじゃないですか。まあその気持ちはわかる、すごい嫌、うんうん、でしょ、うん、森本くん何々さんのこと好きだよねとか言われても最悪でしょ。しかも当たってたら、うん、そうだね。当たってなかった時にはなんかいろいろ返せんだけどね、うん、ああそうなのよ惚れちゃったのよとか言えるじゃん。全然全然見当違いのやつを言われた時 A さん好きなのに言うか惚れちゃったのよって言うA さん、A さんが好きなのよ僕は。 A さんが好きなことだけは死んでもバレたくないのよ、うん、で、B さん好きでしょみたいなこと言われた時にめっちゃ外してんじゃん、うん、でもこれはいくらでも話せるじゃん、うん、むしろそうなってもいいしこの噂回ってもいいぐらいだから。それ回ったらさ、うん、A さん的にはさあ、鳥山くんは B さんのこと好きなんだ。それが僕としてはもう戦略ですよ。え？なんなら B の方回れと思ってる。え？なんで A さんはどう思うと思うのそれで。いやだから A さんに気があることはもう誰に呼ばれてくれない僕は。 A さんにもえそのままどんどんさ遠ざかっちゃうじゃん2人の関係が。いやでも嫉妬してくれんじゃないかなと思ってるね。しないよ、うぬぼれんなお前。 B さんのこと好きやな鳥山くん、うん、ってこうなってるのを想像してる。あ想像してホクホク顔ってこと。そうそうそう実は A だよって思いながらこうやってるみたいなね、うんうん、まあ、そう昔ですよ昔。まあそううまくはいかないもんね。だって、ね、うまくいかない、うまくいかない、ほんとに結局そう、B の方も別に流れず。あごめんなさい、その昔ですよっていうのは誰に対して言うの。いやでも見てる人だし。見てる人なんか嫌でしょ、29歳でそんな嫌やしそんな嫌やしって嫌じゃない。ちょっとその気あるけどなんかやりそうじゃない。マジで、ほんとやるの、未だにやんのよ、マジで。絶対やるよね。絶対に嫌なの、俺あの、いじられんのが恋愛関係で死んでも嫌なの、未だにマジで嫌なのもう、本当に嫌なの、それは。そうなんです。だから、未だにそう、当てられたらもうやばい。あそう、何やちゃん好きだよとか言ったら、いや、もう本当にマジ嫌いだから、あいつ本当に。なんなら一回殴ったことあるわぐらいの嘘までつく何それただ、全然見当違いのこと言われたらテンション上がるからね。そうなんだ、好きなんよ、みたいな。昔ですよ。それが怖いんだよ。昔ですよっていう念の押し方怖いんだよ。今もですよって聞こえる。いやいやいや、今は違う。今はもう、はい、言われたらそうです。好きですって言いますよ。そう。はい。まあ、まあまあ、はい。人変わっていきますからね、そうやってね。はい。もう何だかの30分です。もう30分です。そうなのよ。早いですね。トークテーマ1個でいけるね。そうだよ。うん。ちなみに次のトークテーマは何だったんですか。一応確認だけさせてもらっていいですか。次のトークテーマはもし引いた場合、引いた場合、あ引いた場合ね、うん、しまった。あーなるほど。何ですか。あーなるほどなるほど。当たり。まあこれも話すのはちょっとは、まあちょっと話したというところもあるけどね、うん、初バイトの話人生のちょっとかぶっちゃうか。これはだからさっきもバイトの話とかちょっとしちゃってるからちょっと被っちゃってる。じゃあまあ良かったのかもね、一つで。まあ良かった、良かった、良かった、うん、また今度ね、今度また機会があればね、そう、作家さんにやってもらってね、うん、引いたってことは、そうね、鼻をかむってことだもんね。そう、うん、はい、
そうしましょう。じゃあというわけで、はい、なんだかんだね、2日連続収録、うん、いかがだったでしょうか。はいはい、いつもよりね、うん、半分の時間でございますけども、はい、その分ね、うん、濃い話がそうだねできたんじゃないですか。うん、確かに、はい、うん、楽しかったですって言ってる。ああ、よかったです、うん、またよかったら収録やってくださいみたいな言ってる人もいる。ありがとうございますね。またよかったら収録やってまあ収録ならではのねトークテーマに入れて喋るから、トークテーマのやつ楽しいですって言ってる人もいる。あ、本当に、うん、生配信でもやる。トークテーマ、あー、生配信でもやってほしいですみたいな人は言ってますけどね。あ、作家さんさすがって言ってる人は。作家さん、うん、そうですか、うん、なるほどね、うん、はい、発毛多いなって言ってる人もいる言ってる人もいるけどね。まあ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 、うん、まあ、うん、昔の話になるね。そう、昔話は結局発毛になっちゃうことが多いですからね。そう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 、はい、うん、というわけで、はい、最後まで見てくださった方ありがとうございます。よろしければ、いいねとチャンネル登録、それがあるんだ、これは、はい、YouTube だということをね、そうだ、すっかり忘れてしまいましたけども、高評価、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、2日間収録回、ご覧いただきありがとうございました。はい、明日からは、はい、通常通り生配信をインスタグラムの方でやる予定でございます。はい、それでは以上、こたしゃべりでした。はい、さよなら。さよなら。起きるんだろうな、誰のせい、それはあれだ、怒ったのせい。